カメラは一般的に構成部品が増えるほどに強度や信頼性を保つことが難しくなると言われています。 K1 Mark II では機能性、操作性向上のためにこれまでの K シリーズの中でも最も多い操作部材を設けましたが、強度や防塵防滴性能を担保するために細かなところまでこだわって高い信頼性を実現しています。 K3 Mark III においては側拠点選択レバーを新設した上で同等の操作性、信頼性を維持しながら K3 シリーズのサイズに落とし込むことに苦労いたしました。カメラの堅牢性を高めるために外装カバーをすべてマグネシウムにすることを目指しました。軍幹部が金属になることでこれまで K1 や KP ではペンタブに配置していた無線のアンテナを他の場所に移さなければなりません。さらに購買率実現のために大きくなったペンタプリズムや情報量を大幅に充実させた表示パネルなどを小型ボディに収める必要があります。そのために従来機種に対して配置の工夫や非常に細かな内部の構造の見直しまで求められました。移動させた無線アンテナはどこに行ったかというとグリップ内に仕込みました。無線アンテナは通信性能を確保するためにできるだけ張り出した部分に配置する必要があるためです。しかしながらグリップにはバッテリー室があり、バッテリーによる通信阻害も回避する必要があります。バッテリーとアンテナの距離を取った上でグリップの握り心地を損なわないようにする工夫も重ねています。これまでの K シリーズの APS-C モデルは小型化を優先してシャッターボタンにタクトスイッチを採用していましたが、 K3 Mark III では軽快なシャッター感覚を得るために645シリーズや K1 で搭載しているリーフスイッチを採用しています。リーフスイッチはクリック感のない軽快な押し心地を得られるだけでなく耐久性の向上にも寄与しています。 K1 で評価の高かったシャッター感覚を実現するために K1 の構成をそのまま採用できればよかったのですが、それだと K3 Mark III の目指す小型ボディには収まりきりません。それを回避するために内部構造を工夫することでレリーズユニットの高さを約3ミリ抑えることができました。これにより肩の部分を大幅に低くすることができ、外観デザインにも大きく貢献しています。新開発のシャッター駆動系とシャッターユニットを採用することで30万回の耐久回数を実現しており、シャッターボタンも同様の耐久回数をクリアしています。カメラの要求性能を実現しつつ外観寸法を抑え、なおかつ耐久性、防塵防滴性能を満たすために担当者には数多くの無理な要求を突きつけました。力技の部分はありましたが、各担当は前向きにそれぞれの課題を解決し、結果的にとても良い製品が完成したと実感しています。